旭川工業高等専門学校は北海道旭川市に所在する国立高等専門学校。略称は旭川高専。平成19年度入学生より本家庭学年を混合学級で編成し、3学年より学科別編成となっていたが、現在では1年から学科別編成に戻されている。平成18年度以前の入学生は学科別編成。 平成27年度入試より、釧路高専との複数校受験が実施される。旭川高専では2004年度に JABE から環境、生産システム工学が認定され、教育プログラムが社会的要求や国際水準に合致していることを証明した。これに伴い、石点が従来の50点から60点に引き上げられている。なお、 授業時間が50分一単位となり、8次元目が終了するのは16時40分となった。規定では2科目6単位を超えると、言及留置となる。就職率はほぼ100%を堅持している。近年は、就職だけでなく、大学等への編入学が増えている。現在の進学率は、約50%である。北海道大学、岩手大学、 室蘭工業大学、北見工業大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学等の国立大工学部への編入が多い。専攻科への入学も増えている。私服校であり、制服は制定されていない。高速で、先発や脱色、ピアスなどは禁止されていない。体育用の指定ジャージはあるが、部活動用のジャージや自前のジャージを着用している。 学生も多い。学科によっては実習用の作業服や白衣がある。校専内には、情報処理、センター、マルチメディア実習室、情報処理演習室があり、1部屋に52台ずつパソコンが設置してある。また、学生1人ずつにメールアドレスが割り当てられ、自由に利用できる。運動部、文化部、同好会、ロボットラボラトリをまとめて、クラブと称する。 ロボットラボラトリは、高専ロボコンで、全国優勝2回、ロボコン大賞1回と活躍している。ロボットラボラトリが、部活扱いでないのは、予算が莫大にかかるため別扱いしないと会計上、不都合があるからである。他にもいくつかの同好会が活動しているが、慢性的な人手不足により結成後すぐに解散する、ケースが後を絶たない。2019年4月1日現在、 ありがとうございます。